はいどうも、アキです。お久しぶりのパワープロ動画になります。はい、サクセスをやりたいと思います。てか久しぶりのサクセスといった方がね、あれだね。はい、今回はですね、ショートウィズ友澤ということでね、ショートを作りたいと思います。はい、 SR35 は一応いるけど、野良申請でいい選手いないかな。はい、今回はね、もうサムネイルの通りです。もう私が言いたいことと言いますか、今回の動画で伝えたいことは、コンボを有効活用しようということで、このダジマさんとの猛特訓というコンボがあります。友澤ダジマで、でこれでですね、チャンスのコツをつかむ、もしくは、プルヒッターのコツをつかむ、もしくは広角打法のコツを少し掴むというね、必ずこれが起こるので、サクセス中にコツレベル1回分と経験値が実質タダで手に入るみたいなもんなんで、これでね挑みたいと思います。はい、目標は A ランク選手ですね。はい、始めます。ですね、この録画しながらやるとちょっとアプリが重たくなってですね、まだパワープロもできて間もないアプリなので、そういうとこあるんですけれども、表示レベル一番下げてね、一応対策はしてるんですが、格付きでね、本当打ちやすく打ちにくくなって、下手な部分もあるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。お、初期能力いいんじゃないかな。うん、まあ普通か、普通ぐらい。ということでね、初めはびっくりと友澤の評価を中心にいきたいと思います。お、アベレージ、ちなみにね、友澤のイベントでね、アベレージがアンダ製造機のあれくれるんでね、でもあれが確実に起こるとは起こらないので、あのイベントは難しいところではありますが、で最近気づいたんですけれども、得意練習をね同じので固めるとサクセスやりやすいですね。今回はめっちゃ散らばってるので、そういう点ではあまり良くないデッキとなっております。またね、その固めたやつの動画とか撮るんでね、ぜひ見てください。僕は打撃さん、筋力3とかでやってます。で、もう基本守備能力は無視でバッティング能力だけつけるっていうデッキとかを結構やってたりしますね、最近。はい、でまあとりあえず10月3週目まではひたすら練習しといて、10月3週目にスバルとの戦い前に能力を1回上げようという感じですね。これは中之島意識するに毎回してます。びっくりがなかなかいい感じですね、今回は。お、パワーヒターのコツいいね。今んとこ順調ですね。 37% はさすがにやりません、休みます。まあ遊んでもよかったんですけれども、ここでやる気があって、まあそろそろね、スバル君も入部するので。いいね、いいね。チャンスはね、やっぱもう1回つけた方がいい。2回このやるやつは 70% よりやっぱ 80% でいきたいよね、2段階変化のやつは。うん、微妙だな。はい、でこれでまあチャンス選んでもいいし、コンボで広角打法を選んでもいいしっていう感じになりましたね。お、出た。友澤とのね、タッグみたいな、これがね、アンダー製造機もしくはあのアベレージヒッターのコツが身につくやつです。はいはい、ではではやっていきましょう。ここで1回上げる、僕はね弾道3にしたい、もうこの段階で。お、いいになった。まあとりあえずパワーとミートだけね、上げれるだけ上げといたらいいと思います。いいね、順調だよ。あとは操作だよね、本当に試合操作がね、まあうまくはないんですけれども、もともと本当に録画しながらやると難しくて、もう録画環境を変えるまであるぞ。よし、なんかね、このバトルの時はそんなにカクつかないんだけど、試合になるとめっちゃカクつくんですよね。あら、
ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。OK。久しぶりの動画でちょっと緊張してる。平常心でいこう。おい。そう、あのね、パワー F なのに、弾道上げない方がいいんじゃないですかと思われる方いると思うんですけど、ホームランがね、全然出やすくなるんですよ。同じパワーでもやっぱり弾道上げてると、この試験の時に。で、30点以上は取りたい。29点だったらいいのか。これ、スコア割る 2? ああ、もう1点。30点でマックスの点数が取れます。まあ、今だったら11損してるってことになる、実質。こういう微妙な場合はもう休んじゃう。休んでいいな。お、いいね。早めにこのイベントが来てくれると嬉しいよね。もうアベレージね、取り終わった時に、普通のルートで行きます。アベレージ取り終わった時にあれが来てね、かつアンダー製造機無理だった場合、もう何の意味もないですからね、あのイベントが。はい、じゃあ、監督評価とかもそろそろ気にしつつの。で、ここがね、若干うざいポイント、この。これで体力下がるのがこの、ね、で、ここでびっくりを逃すんだよ、毎回。ちょっとめんどくさいポイントではあるよね。よし。渋いな。やっぱ体力を温存しておくっていうのは一番いいことかもしれんな。ブロンコに任せる。これ上だと逆境で、下だとムード。で、守備職人もつけたい。よーし、OK。これね、守備職人がコツ2つ持ってるかどうかで、あいつのイベントを、賭けに出るか、賭けに出ないかを決めます、毎回。今だと賭けに出ます。補給が下がるかもしれないやつ、補給と監督評価が下がっちゃうかもしれない方に、今だと賭けます。でも、もう一回守備職人のコツを掴めば、やりません。中之島のイベントでも掴むことができます。R 以上の。R、PR の中之島だと。でもそのイベントはね、必ず毎回起こるって決まってるわけではないので、何とも言えない。やっぱ初期評価大事だなと最近思い出した。なんだかんだで、初期評価高いやつって。精神はね、どんどん練習しましょう。精神はほんと足りなくなるので。OK。特にね、守備、打撃系を連れてくると精神が足りなくなりがちですね。OK。ちなみに僕、S ランク選手、ついにこの間作ったので、まあ、初心者の、あ、これですよ、このイベント。真似する。おし、ナイス。これね、失敗したら補給が下がります。監督評価も下がります。で、もう一回成功すると、守備職人の、コツが身につきます。はい、そう、僕 S ランク作ったのでね、初心者の方は見たら多少は参考になるサクセスの話がそろそろできるんじゃないかなと思います。とにかくスペシャルダックもびっくりもない時は休む中心で、これ基本な。で、ウドくんがいるところって結構良くて、ウドくんなんか HP を 30% 回復してくれる、30回復してくれる、あれがあるんで、ウドくんは結構ね、いるところ、迷ったらウドくんがいる方、二択で迷ったらそっち選ぶとかね、結構大事だと思います。これです!ちょっとスクショ撮ります。はい、上だと、上があれかな、広角打法、真ん中がプルヒッターとかなんですけど、僕は下選びます。むしろ強敵になったなです。これでチャンスのコツが2上がります。でも今回はもう2すでに上がっていたので1しか上がりません。合計で5しか上がらないんでね。はい、普通だったら2上がります。ログで見ますか。
俊敏技術が16個上がってチャンスのコツが2上がりますということでね、必ず起こるんですよ。しかもこのイベントがサクセス中で、今回はもうチャンスがもし上がりきっていったら降格打法を選ぼうと思ってたんですけどね、こういう感じでね、コンボって必ず起こるので、ぜひとも皆さん入れてみてくださいという話です。コンボ今のサムネにします。後で編集してちょっと怖いんでやめます。 30% は僕は一回怪我とかしたらもうこれ微妙な選手しか作れないなと思ったらどんどん勝負に出ます。でも今回みたいに割と綺麗に進んでる時はあまり勝負に出ません。もう適当でいいや、途中のゲドウ君だけ拾いに行こうみたいな時になっちゃう時があるんですよ。そういう時はもうねクソ勝負をかける。で僕は買い、まあ、基本課金はしないのでこのゲームにはと今はのうちは決めてるけど、もしかしたらするかもしれんけどと決めてるので、今はまあね、そういうスタミナがもったいないとかいろいろもろもろ考えちゃってます。はい、チャライでいこう。ブロンコでもよかったかな、今のとこ微妙だったな。これ読まないで回復しよう、自分でなんとかする。これまあ評価上げたかった上なんですけどね、今のとこ評価上げたい感じではなかったので、よし、ナイス。監督評価そろそろ上げないとやばいね。で合宿前のこの週は結構難しくて、判断が練習でもいいんですけど、びっくりがあったら練習しちゃいますけど、僕は基本回復の方がいいかな。あ、もうちょっと評価上げて、こいつと戦いたかった。そしてね、友沢 SR を連れてくるときはこいつとのあれに勝ちたい。そしたらアンダー製造機2回こと入れてね。あ、今それたと思わなかった。あ、重いぞまた。おー、今の取れんだろピッチャー。オッケー。コツはちょっと上目で叩くこと、ストレートとかこういう感じで、ほら真ん中よりちょっと上で打つのがコツ。そしたらヒットになりやすいミートで、よし、オッケーオッケー。これと友沢のイベントで2回安打製造機を手に入れたら割とすごい選手が作れる。めっちゃすごいショートが作れる。でね、肩のコツを早く教えてほしい。友沢は肩のコツも教えてくれる人なので、はい。で固め打ちは1回教えてくれたらもう取っちゃいます。意外性なんて誰が教えてくれたんだ、意外性なんていつ誰が教えてくれたんだこれ。まあいいや、はいはいはい。でね、このようにまあ精神が足りなくなります。ご覧の通り、いつもいつもです。本当にエブリデイです。技術が余りますね。そしていつもの感じだと、なのでチャンスはマックスでやりたい。で小筆ちゃんも変わろうで、体力が1回ちょっと回復して3回あれできるようになります。おー、アベレージコツつかんだか。まあいいや、アベレージコツつかむとね、全然あいつとの勝負がめっちゃ楽になるので、キバとの勝負がヒット出やすく、超打ちやすくなる。よし、そのためにブランコをね、ブレンコって言ったブランコを連れてきてるみたいなとこあります。精神をねこうやって教えてもらうために、はいはいはい。ということでね、ここまで順調と言っていいでしょう。総力もとりあえず D までは持っていくか、あとは置いといていいけど、あー、これはさすがに違う。キャンプが終わったら一回ね能力上げときましょう。キバとの戦いがいつあるか分かんないんで。いいね、ブロンコ。ブロンコ特殊能力いらんぞ、特殊はいらんぞ。ナイス、そっちが欲しい。ブロンコは、ブロンコの枠はね、そのうち周辺高校のイケメンショートに変えるつもりです。引いたんですけどレベルが上がってなくてね、まだこれで、ね、なんで基本的に精神上がるやつをこう選ぶ感じで、選択肢も。さあ、守備職人のコツかな。まあそっちでもいいんだけどね、実際これ何だったっけ。あ、これで守備職人のコツつかめるんですよ。じゃあ調べます。確かもっともらしい話であれかな、中之島イベントってあるじゃないですか、イベントで中之島イベント違う N じゃない R で、
これでね、守備職人教えてくれるんですよ、中之島が。花を売るっていうイベントで。はい、これですね、一番下の、もっともらしい話で騙すっていう選択肢を選ぶと、はい、守備職人のコツを教えてくれます。で、ここで、守備職人を取ります。もうレベル7になったでしょ、多分。OK。もう7と8、70% オフと 80% オフはね、さほども変わりないので、ここで取っちゃってください。んーで、まあ、そろそろ守備とかもろもろ上げていった方がいいな。で、総力 B にしといて、守備。OK。で、監督評価は大丈夫かな。中之島か。中之島チャンスと流し打ち盗塁あれだから、まあ、さすがに中之島だな、今回は。中之島はチャンスアベレージ、流し打ち、あと盗塁。あー、どうしよう、これ。これね、守備職人のコツさすがにつかないから、俺は基本に忠実に監督の評価あげる。これ、ちなみに上選んでたら、守備職人、成功したら守備職人のコツがついて、失敗したら、補給が下がって監督評価も下がりました、今のところ。なんで僕は今は監督評価を上げ、もう守備職人取ったのでね、取ってなかったらもう勝負に出てました、割と。そういう感じです。さあ、これ、ミーと B 狙っていいかな？ミーと B 狙うか。BD ぐらいにするか。さあ、監督評価がどないぞ。よしよし、ナイス。5番ショートだった。あとはね、アプリが重たくないことを、この間のアップデートでちょっと、マシになったことを願う。表示レベル下げてます、ちなみに。表示レベル下げて観客とかなくして全員パワプロ君の顔にしてちょっと動きやすくはさせてます。これ別に裏技とかじゃなくて公式にできることなので、設定で重たいなと感じる方はぜひやってください。でもね、顔とかが変わっちゃうんでちょっとね、あんまりなんかサクセス感が出ないっていうのはあるけど、あれ変わってなくね、鳥丸君の顔じゃねこれ。あれ、ちょっと待って、もう一回設定でちょっと見直さないと。あれ、これダメじゃん。あれ、さっき設定下げたような気がするんだけど、この試合は変わんないのかな。甲子園だけかな、変わるの。やり忘れてたかな。まあホームラン打てたからいいんだけどね、結果。あ、ツーアウト満塁、これはホームラン打ちたい。ちょっと重たいね、でもいつもよりは。わかるかな、これ動画にしてるからカクついてるわけじゃなくて、もう Now でカクついてるのよ、これ。YouTube に上げる段階でカクついたわけじゃないの。今のも正直ホームランが打てる、普段だったら。ちょっとカクついてる分ね、いつもより動いてる感じがあったりなかったり。で、一応中之島が試合ボーナス 10% あります。これ試合ってどうやって経験点決まっていってるんだろうね。そういうメカニズムがそろそろ知りたい。でもなんかこれくらい打ったら多分これくらいくれるだろうなみたいなのが最近分かりだした。ちょっと待ってね。あ、これは上だとブロンコの評価上がるんですけど、下の方が経験点が多いので、で、上だとやる気も上がりますね。ちょっとサクセス中断で。メニュー設定、あれ、表示レベル1になってるんだけどな。次回起動時か。次回起動時に反映されます。だから一回切らないとダメなんだ。ごめんね。一回切るからの、はい。なるほど。らしいよ。設定でやったら一回、アプリ落とさないとダメなんだって。はい、これでサクサク進むようになる。いや、危ない。甲子園行く前に気づいてよかった。甲子園行く前というか、基盤にまず勝てるかどうかが、このサクセス一番大切だからさ。基盤に勝つことが一番大事っていう、よくわかんねえサクセスだよな。まあいいだろ、こんだけおったら。ブロンコはね、結構レベル上げててやる気効果 100% あるんで、こいつがいるだけで結構得られる経験点が高くなったりする。ちょっとさすがに怖いから、ちょっと能力一回上げよっか。騎馬との戦いがあるしね。騎馬戦があるからね、騎馬戦。僕はそう呼んでいる、騎馬戦とね。お、精神が足らない系ね、把握。
よしよし。これいらん、この滝本のこの HP 下がる、体力下がるイベントいらん。ほらこうなっちゃうんだよ。めっちゃ今のとかタックとびっくり両方あるやつとか絶対やりたいよね。パワーヒット教えて滝本、降格でもいいよ。うわーそっちかよ。まあ、そっちでもいいんだけどさ。これもう休むあるぞ、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 休む。体力の最大値とか上がってるとありがたいよね。短所克服。肩のイベントもまだ来てねえな。ブロンコいっか。あ、意外性ブロッコが教えてくれてたのか。意外性って確かね、パワーが一定以下じゃないと意味ないんだよ。あーくそ、あれ悪球打ちつけたよかった。今の後で言うなその話。いや、やばいやばいやばい。え、うっそ。よし、危ない危ない。悪球打ちの話するね。集中し直し、集中切れたから。あの悪球打ちにするとミートカーソルがボール球のとこにも多少行くようになって、あの例えば低めいっぱいのストレートとかってどんなに頑張っても最初に言ったようにこうミートよりちょっと上で打てないじゃん。それを悪球打ちつけることによって打てるようになるから、悪球打ちつけよう。あ、悪球打ちちょっと足んない、10、20。あ、全然足んない。意外性も取りたい。そしてやばい、悪球打ち取れ、やばい、取るの忘れてた。一番最初に取っとかないと悪球打ち忘れてた、その話。あ、でももう騎馬との勝負ないか。もう騎馬との勝負ここまで来たらないか。6月中までしかないのかな。てか友沢のあのイベントもさ、最初の方に起こった割には全然来ないな。もう何だったんだあれは。んー、誰にしたらいいんだこれ。笑いに変えてムードを教えてもらおうか。なんかイベントが最後の方来なかったな。このままだと微妙な選手で終わっちゃうぞ。それで取りたいやつ取っとこうぜ。全部流し打ち、あと意外性な。流し打ち意外性取る、把握。流し打ちと意外性取っとけっていうのを把握で、肩のコツもまだ教えてもらってない今回。どうした、おいおい。肩のコツね、ショート作るときはね、肩 C ぐらいに正直したいから肩のコツマジ欲しいんだけれども、くっそー。そしてパワーヒッターつけたいな。甲子園行くまでにパワーヒッターつけておきたい。ここはパワーヒッターなしでもホームラン打てるけど、で騎馬との試合は基本ミートで打つ。あいつ重い球とジャイロでホームラン打ちにくい。パワーで打っても外野、ただの外野フライになるから。で騎馬との試合もそれチキンで言ったらだぜ、8回以降全員操作がいいんだけれども、やっぱりね、毎度毎度スタメンの選手が作れるわけじゃないから運が関わってくるから、あれも自分で打って、あのスバルが打たれたら知らんっていうスタンスでいく。でもここで負けたことは今まで一度たりともない。あ、投手作った時に1回だけあるわ、びっくりしたわ。1点か2点しか入れなくて負けてびっくりしたわ、さすがに。あ、意外性も途中で話終わってたね。意外性っていうのはなんか何点差以上で負けてるとかいう条件の時にパワーが B 以下の人がいきなり B になったりすることがある。なんか B とか C とかにっていうのが意外性。いいね、チャライはもう全部教えてもらってるから多分そうだよね、そっちになるよね。
おっしゃ。あー、ダメだったか。これで成功したら、今ので成功したらあれなんだよ。アンダ製造機教えてくれるんだよ。ダメだったか。あ、また下打ちしちゃった。過激な動画になる。さあ、いいよ。で、これでもうミートはよくて、正直。あ、技術がクソ余るな、それにしても。そして精神がクソ足りないな。そして肩も余るね。もうしゃあない。肩、コツを教えてもらいたいけど、一回30まで上げるか。で、パワー上げといて、総力も多分大丈夫だな、上げて。総力 C 行こう。総力 C 行こう。パワーと総力は C。で、あとはもう守備系をいかほど上げれるか。やる気上げていきたいところだが、まあ。で、一応もうギリギリまで能力上げたいけど、もう上がるやつがないから試合。さあ、これ勝つかどうかで結構変わってくるよ。レギュラーは無理だけど、補欠ショートぐらいにはなれそうな勢いだ、今のところ。お、1番ショートだ。そうそう、このミートの多少上ぐらいを叩くと必ずセンター前ヒットになる。で、それをちょっとね、遅らせたり早ませたりすると左右に振って二塁打になるんだけど、それは怖い、さすがに。これもう知らん。こういうカーブとかもう打たん打たん。ストレート狙ってんだよ、こっちは。これはもう打たないでしょ。で、悪球打ちつけたから、あ、悪球打ちつけ忘れてた。危ねえ危ねえ、危ねえというか、ダメじゃん。悪球打ちここまでには最悪つけとかないと。オッケーオッケー、これ。これ、もうこれで完璧。あ、ちょ、重いな、やっぱ。裏起動は、このアプリだけか。あ、なんでカーブを打ちに行った。カーブだけを狙って強振にするっていうのもある。あの、重い球とかはストレートに基本つくやつ。やべえ、4点も取られた。ちょー、マジかよ。もうそしたらホームラン狙いに行くしかないわ。ほら、ホームランならないじゃん、結局。重い球ついてるから。ちょー、それ負けるのは違うぞ。あ、これホームラン打ったら大丈夫だ。イエスイエス、椅子から立ち上がっちゃった。勝てよ。もうなんで動画撮ってる時に限って負けんだよ。もうこれ甲子園まで行ったら絶対 A ランク選手だったのに。もうマジかよ。まあしゃあないよ、そういうこともあるよ。ちえ、結構いい選手作ったと思ったのにな、今。感じ的にはいい感じだったのにな。これ絶対技術が余るから、技術めっちゃ使うやつとりあえずあげよう。対左か、技術使うやつというと。いい感じだったのにな、マジで今の。いや、マジいい感じだった今の。くっそー、なんかもったいない感あるな。技術めっちゃ余るな。それにしても技術余るな。これね、本当に多分甲子園行ってたら ACCDDD ぐらいできてた。めっちゃ強い選手できてた。くっそ。で、特能も結構ついたら言うて、今回特能もまだ2つ3つはつくし。いやー、甲子園負けちゃった。あそこで負けるとは思わなかった。まあ、ということでね、でも今回伝えたかったのは、その今回の動画でね、伝えたかったのはコンボをね、頑張るということだったので、コンボを頑張るというか、コンボっていうのを皆さん知ってますかっていう、こう、あの、まあ、知ってる方はもちろんお前の動画なんて見なくても知ってるよと思うと思うんですけれども、初心者の方にね、そのコンボっていうのを調べてやったら、もうただでね、いいことが起こるので、ぜひ皆さんコンボ活用しましょうというお話をしたかったというだけの動画ですね。はい、なんでね、皆さんぜひぜひやってみてくださいということでね、ご視聴ありがとうございました。噛んじゃった。あの、これからね、もっとサクセスの動画上げていくので、
ぜひぜひチャンネル登録してね、ご視聴いただけたらありがたいです。アディオス。